最近町で消息不明者が続出していると聞くが、フンバ殿、しかも機密扱いのこの場所に商売女を連れ込み交友にふけるなぞ。でもな、俺の力を貸してほしいっつったのはそっちだぜ。腹を空かせてるみてえだな。骨が喉に突き刺さっちまうぜ。おお、ここが国境の町ケーセックか。神聖レブラン帝国の領内に入ったということだな。帝国の国境付近だけあって何か物々しいわね。派手に動き回ると少々面倒なことになりそうだ。さて、手に入った情報を整理すると、夜な夜な西の砦から聞こえる妙な鳴き声、意外に苦労しそうだぞポンタ。そろそろ時間だ。一旦アリアン殿と合流するとしよう。やめて。こら、手間かけんじゃねえ。お前も仲間と同じところへ連れてってやるよ。うっせえクソが、離せ。鎧デコピン成敗。聞いてよアーク、有力な情報を手に入れ。あら、その人はどなたかしら。見たところ大きな怪我もなさそうね。早く帰った方がいいわ。いいから帰りなさい、ね、わざわざ迎えに来てくれるとはすまないな、アリアン殿。ところで何をそんなにプリプリしているのだ。してない。そんなことは全てこいつが悪いんです。お前が女を逃がしたからだろうが。つわけでバイバイ。王様、後でうまいもん食わしてやるからな。